はい、続きです。本丸から日の丸に入って、日の丸の石垣などを見たいと思いますね。ここもやっぱり奥の方にですね、こうどんな感じかなと。やっぱり敵が来た時に敵から見たらこう見通しが悪いっていうのはすごく嫌なことですよ。まっすぐでも斜めでも、この道もね、これ斜めになってこれ自然に落ちてるっていうか、そういうのもあるんでしょうけど、なんですかね、単純なマス型じゃない、なんかこう自然の地形をなんか酔っちゃいそうなね、こういう地形がやっぱりねいいと思いますよ。地形じゃないや、城郭ですね。歩きづらいしね、実際、まあ、これがまあ元素って昔からのものとは限らないですけど、まあ、本当に酔ってますね、酔っ払いそうに。これ二の丸の石垣ですね。でまだこの石畳が続いていると。でここから土の部分になりますね。ちょっと向こうまで全部見ちゃいましょうかね。ここ周りがね石で、上から見たら竹田城のあのプロペラみたいなね、あの感じでなんかちょっと変わった形してるのか。すごい切ってますね。こっちもね、あ、すごい伐採してる。さっきの木ではないですね。全体的にやっぱり見晴らしがいいっていうのを売りにしたいみたいですね。そうしないとやっぱりね、せっかく来ても何も見えないんじゃつまんないですからね。こっちはまた別な登山道になってますんで、ここの、ね、入り口の石垣、当然これも結構あるんで、こちらですかね。ちょっと見てみますか。どう見ても人ですよ。大きいですね。ここは角で炭やぐらでしょうね。この石垣がね、これ見晴らしのことしか書いてないんで、あ、すいません、西の丸ですね。降りたところから、本丸、二の丸、石の丸と今来ましたね。眺望の方に向いてしまいますけどね。すごい伐採だな。これはちょっと最近じゃないね。最近の前回あんなになってなかったのでね。大きい石垣入れてますね。大体この山のてっぺんにどうやってこの石垣持ち込んだのかって、そういうのもあるんですけどね。ちょっとやっぱ怒っちゃって、自然に水でやられちゃってますね。唯一ここが残ってると、ここが降りる道になってますね。でここがまあ櫓と言いましたけど、何か建物があったんだというものになると思いますね。西の丸ってこんな広かったかな。なんかイメージでね、西の丸自体がどのぐらい広いかって、やっぱこっちの伐採してるのがちょっと気になるんで、なんだろうな、すごい量の伐採してるっていうね。まあ結構なあれだ、すごい自然に倒れたね。切ってますよね、完全にね。何のための伐採ですかね。間伐でないですね。やっぱり見晴らしを良くしたり見通しを良くしたり、ちょっと観光の方もいるんでね、あの薄暗いところで電気もないですから、真っ暗けっていうのもちょっとね、どうかなと。まあそういう部分だと思いますね。ブーみたいな形してますかね、細長い。さっきブーメランって言いましたけど、横に長い感じになってると思うんですよね。まあ、市街地が見晴らしを出せて、まあ、古城っていえば古城なんですけど、まあ、やっぱりこのなんといってもすごいですよ、この石畳と石垣。どうですか、来た感じになりましたか。また来てみたいなと。まあ、見晴らしが良くてね、石垣があるって建物はないんですけど、これ斜めになっててこう曲がっちゃって、ひん曲がっちゃってるんですよ。ちょっとこう人がいるんで、何気に混んでます。密です。人多いですよね、どこ行ってもね。少し雨が降ってきた感じですね。これやっぱり白っぽくなるんですね。で二の丸に戻ってきたという感じですね。結構ちょっと雨降ってきたんですね。
西の丸と西の丸をつなぐ入り口の、まあ、これも防御の一つなんでしょうね。はい、西の丸から西の丸へ撮影してみました。